はいどうも、妖怪三国志国取り王図今回もやっていきます。今回はね、追加された誰だっけここじゃない、ここだ、コーナーのチャレンジね、挑戦ね、追加されたんで挑戦やっていきたいと思います。コーナーチャレンジね、結構今ねドロップ量が2倍になっているのでかなりね今おすすめですよね。そして高難度チャレンジ群馬神挑戦登場ということで、挑戦に勝利すると小生妖怪小生おねむの性挑戦の小生召喚に必要な D ランクのね、そうだね、群馬神挑戦がお仲間になることがあるということで、これいいんだよね、この小生おねむの性挑戦ね、私の大好き良い取り付く打ち消し技封印敵全体の全能力ダウンということの不気味小生という感じで、今回はね、挑戦チャレンジやってみたいと思います。はい、このチャンネルはね、妖怪三国志をねほぼ毎日配信してますので、よろしければねチャンネル登録お願いします。そしてね、サボり混乱の波状攻撃スキルを駆使して立ち向かえってあるんだけど、一応ね水曜日土日が基本なんだね。なんかあれでもなんかもう毎日出すって言ってなかったっけな。ボス攻略のコツは悪い取り付くのを使えてね、サボり連発をなんとかね回避したいと思ってます。報酬はねさっき言った挑戦の D ランクのやつだね。はい、という感じでやっていきましょう。ミッションでねクリアするとね、スカウトチャレンジじゃねえや、そうスカウトチャレンジ思い出したけどね、スピーダブルね欲しいね。はい、ということでね、最後のところにね挑戦が出てます。はい、一応ね両方ともやっていきたいと思います。まあいいかな。こっちはね特に問題ないかなと思います。サボり状態にならない、混乱にならない、火、氷、土、雷、水、風、いろいろね軽減してますんで、なかなかね倒しにくいかなっていうところね。あと回避がめちゃ高いから命中アップを若干つけたいなというところで、あとはまあヒットポイントは高いけど、まあ揚力も攻撃もまあそうでもないなっていうところだね。でまあこの中で注目の、まあここは大したことないね。だからここは特にこだわらずに軽くクリアしていきましょう。はい、で自分はねちょっとこれは本番の時説明するかな。一応これ本番と同じメンバーなんで、まあここはね普通のやつはまあそれなりにやればいけんじゃないのということで、とりあえずはねまず弱い方のねやっていきましょう。まあ一応回復でですね、本番の時にちょっとまたしっかり説明したいと思います。まあ、これはね正直ちょろいと思うのでさらっとやっちゃいます。まあ、ここでね取り付きで混乱させていくんだよね。まあ、そこはなるべくお祓いといえば今回の歌舞伎ロイドとかあるんだっけ、お祓い。まあこんな感じでまあ最初のねやつは楽勝だよねという感じでクリアです。まあ最初のね1回目はね宝珠いらない、宝珠っていうか気力いらないんでねやりやすいよね。さあじゃあ問題のねもう一個の方行きます。で一応ドロップは青い方なんだね。はい、で一応ねこのメンバーにしてます。でまず相手の説明から前に比べて全体的にパワーアップしてますよね。で回避は相変わらず超高い、攻撃を受けてもその場から動かないと回避ダウン、反射回避ダウンの取り付くとかねいろいろありますね。でとにかくいろんな属性から強いっていうことを、であとはねメンバーね群馬神も見るとこんな感じになってます。この中で打たれたくないのは孔明と核ね。だけどまあねなるべく倒したいと思います。ザ・シャークはねちょっと
ぶつかりが強い。そして青鬼はね、後列なんであれなんだけど、水だよね。水なんで水注意。そして必殺技開始や開始にね、バトル開始に自分の揚力アップっていうのがあるんで、まあ、できたら本当はね、早めに倒したいんだけど、後列なんで、うん、まあまあいいでしょうぐらいにやってます。そしてドンドロ、これはね、敵全体じわじわダメージが来ちゃうんで、できたらぶつかりで倒したいっていう感じ。そしてワルノリンね、ワルノリンぶつかり王者で、これも単体サボりとかね、うん、結構早くいろいろバチバチ攻撃されてくるので、こいつもね、ぶつかりでね倒したいという感じです。うん、群馬神ね、脅威強いんだね。脅威がね強いんだね。脅威は守り硬いね。うん、それからヒットポイント増えてないんで、まあ、そこがってとこかな。孔明は絶対打たれたくないので、青鬼をねうまくさばきたいなっていうところですね。うん、はい。それでね、自分の方を説明すると、まず対ね、群馬神だな。群馬神でこのもうポイントはね、全部この超サボり混乱反射とかこの辺なんだよね。うん、この辺の反射とか打ち消しがポイントになってきます。なので前衛の妖怪だけどね、核とかを使ってます。これ混乱反射、サボり反射とかあるんで、これを使ってます。カゴスキルもね、悪い取り付け回避アップとかにしてます。で、真ん中のね、フユニャンも、これもね、サボり反射があるんで、まあ、これをねなんとか使えないかということで使ってますね。命中率アップでなんとかなんないかなっていうところもありますね。はい。そしてこれもね全員妖怪だけど、サボり打ち消し混乱反射のある周囲を使ってます。うん、だから今回は本当群馬神で反射がいかに持ってるかがポイントになってくるかな。まあ、そしてね、イカカモネギ長と序書で、ぶつかりでねワルノリンを倒すために序書を使ってます。でこれね、味方全体の容器上昇、あ、じゃねえや、召喚力アップとかじゃねえな、容器ゲージ増加とかね、この辺が若干気に入ってるぐらい、まあ、力がね強いんで攻撃速度もアップするし、まあまあぶつかりで倒すために使ってるって感じかな。はい。そしてうん、であとはね、ダークコマーとゴクオロチでこのザシャークと青鬼を倒して、ドンドロとねワルノリンはこのワルノリンとイカカモネギ長でね、ぶつかりでぶっ潰すって感じだね。ぶつかりでちょっとザシャークと対抗したくないから、まあ、ここでねダークコマー使ってます。で今回はね回復の大凶ちゃんは使わないパターンでやっていこうと思います。はい。そしたらね揚力アップ入れてレッツゴー。周遊ね行きます。そしてまずねぶつかりでね、ドンドロとワルノリを倒します。そしてイカさん出番ですよ。これで攻撃速度ダウン3体できた。さあこのうちにワルノリじゃねえやザシャークたち倒したい。うん、しかも回避も結構できたぞ。これで倒したいぞ。ザシャーク倒したい。ザシャークより挑戦に結構当たってんな。回避と速度アップしちゃっ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 ちゃ。オロチ、オロチ回復します。さあ早くザシャークたち倒したいけど、その前にフユニャンね。さあザシャーク倒した。青鬼も早く倒したい。そうするとね攻撃されるやつがいなくなる。撃たしてくれ、撃たして。撃たされた。容器ゲージ減少された。ああ、またゴクオロチ食らっちゃったよ。ミス。ここでアップして中達にスイッチ。青鬼そろそろ消えてくれよ。 OK、 青鬼倒した。さあ一気に反撃だ。ワルノリン
よし、2万切った。じわじわ入れ。入った。さあ55秒でまた混乱が来ますね。混乱がどうなることやら。さあ14000、いいよ、ペースいいよ。混乱が3体入っちゃったよ。もう回復ないんです。ゴコロジン使っちゃった。ミス、ミスだな。ミスってる場合じゃねえよ。さあ今度はサボりです。超サボり。これはまたダークコマだけ入んなかった。さあ残り35秒。じわじわ入った。みんな復活してくれ。本当はここでな、周囲打ちたいんだよな。さあここでフィニャン。さあ1万切ったぞ。残り26秒。イカさん、イカさん封印解いてくれ。9000。さあこれで良い取り付く打ち消し7900。これちょっとタミナ攻撃速度ダウン。ミスるな。当ててけ、当ててけ。残り6700。さあ残り3秒で混乱が来ちゃうからその前に倒したい。おお、イカさんナイス。いいぞ、あと4000。必殺は打てそうだ。いけるか今回。いった、1156。ゴクオロチ陽気上昇。2500。最後混乱が来るんだべ。誰か撃ってくれ。フーニャン1000。ラスト1000。いったか、やっといった。あー、やっと倒した。やっと倒したとかって言っちゃった。ということでね、無事倒しました。まあポイントは混乱とか反射とか打ち消しでしたね。もう二度と戦いたくないですね。テイクいくつだろうな。はい、ということでね、ミッションね、挑戦チャレンジで勝利、超で勝利ということで、いいね、受け取っていきましょう。あー疲れた。挑戦チャレンジで10回勝利、もうそんなんええよって感じ。何があった、挑戦チャレンジで10回勝利ってなんだろう。まあいいや。まあ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 、勲章だけだね。はい、じゃあね、今回はね、高難度チャレンジ超やっていきました。高難度チャレンジはね、今ね、ほんと、玉とかが2倍になってるので、ぜひね、自分はこれが欲しいな。孔明とかね、うん、45秒で倒すと必勝手形使えるんで、ぜひね、高難度チャレンジ超もね、今後挑戦とかもね、頑張ってやっていきたいと思います。エクストラバトル出ちゃったな。はい、ということでね、初回クリア消費力ゼロなんでね、結構チャレンジしてやっと挑戦倒すことができましたね。あとはね、小生召喚ね、頑張りたいね。であとね、45秒で倒してないのは劉備かな。劉備と呂布、孫策もね、45秒倒せてないんだよね。あとは倒したかな、加工園も倒してないかな、45秒な。うん、なんでちょっと強くしてね、もっと楽に倒せるようにしたいと思います。このサボり混乱波状攻撃すごかったね。ちょっと群馬神揃ってないとね、かなりきついのかなとね、思いますね。はい、じゃあ小生これね、おねむのせい挑戦強いんでね、ちょっとね、弱い方でね、ぜひ10突させて召喚したいなと思います。はい、じゃあちょっとね、ゲットまでいかなかったんだけどね、うん、挑戦もゲットもしていきたいと思います。はい、じゃあすいません、最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。これ必殺技強いよね。早くゲットしてみたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。